はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語副詞丸2をお送りします。で、前回からね、復習が始まって、前回はポイントだけっていうのをやったんだよね。で、問題演習がなかったので、今回この動画でね、問題演習を10問やっていきます。もう載ってるね。で、まあ、この中から復習を探すっていう問題なので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんなかったり不安なのがあれば、今からね、説明しながらこうね、復習探していきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、1番の方から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず副詞って聞いた時に、あ、何副詞ってって思う人はですね、ぜひ1個前の動画を見てください。そこでもね、すごいこうポイントだらけなんですけど、まあ、その動画やりましたんで、で、そこでかなりこういろんなことを覚えてもらいました。で、その覚えた知識を使えばある程度も解けるようにはなってますので、まず1番から探していきましょう。彼はいきなり走り出したと。で、まあ、この文章から副詞を探します。でもこれね、答えから書いちゃいましょう。これはいきなりです。で、このいきなりに関しては、前回の動画のあの状態っていうところ。副詞って3種類に分かれるんだよね。状態、程度、助述って。その中の一番この動画の右側にあった状態の中にありました。いきなりって。で、状態っていうのは、どのようにっていうのを表すの。どのようにって。だから、もちろん前回の動画のね、あの一覧を覚えてもらえばできるんですけど、例えば、彼は走り出したらいいわけなんだよ。でも、どんな風に走り出したの？いきなり走り出したの？っていう、そのどんな風に、どのようにって、それを表現しているのが副詞になります。で、2番。彼女の服はかなり派手だと。で、これも答えからいくと、かなり、これが答えになります。で、これも前回の表の2番、程度の中に入ってます。程度。で、程度っていうのは、どのくらいっていうのを表現してるの。で、これも、彼女の服は派手だ。でも通るんだけど、どのくらい派手なの？かなり派手なのっていう。その、どのくらいっていうのを表現しているので、それが副詞になると。いいかな？で、3番が、猫がにゃーと鳴くと。ね、ちょっとごめんね。失礼しました。で、この、にゃーっとと。この部分が副詞になると。で、これも前回の動画とちょっとね、前回の動画と比較ばっかりで申し訳ないんだけど、前回の動画で1番のその状態のところで、ワンワンとだっけな、確か。っていうのを書いたんでね。で、ワンワンとっていう。だからその動物の鳴き声とか、その辺は全部状態に入ります。だから今回の猫が鳴いてるにゃーっと、ここまでが副詞になると。いいね。で、4番。多分彼女は来るだろうと。で、こっから叙述が入ってきます。前回の動画の叙述。いっぱい種類があってね、6種類も書きましたけど。で、その中の推量のやつです。多分。これが副詞になります。一応書いとこうか。ちょっと漢字のあれだけでもね。これ推量になる。叙述の中のね。多分、ほにゃららだろう。ここをセットで覚える。で、だろうは入んないからね。副詞はこっちの多分なんだけど、多分なんとかだろう。これが来たら多分が副詞になると。で、次が、もし失敗しても後悔しない。で、これも、ここです。もし。いい？もしです。で、これも前回の叙述の中の、仮定に入ります。で、セット、召喚されるのは、もし、ほにゃらら、てもです。ここ。多分は多分ほにゃららだろうで、ここが召喚される。一緒にね、セットでね。で、6番。富士山がはっきりと見える。で、これに関しては叙述じゃないです。で、答えどれかっていうと、これ。はっきりとです。で、おそらくこれに関しては表にはなかったと思います。はっきりと。で、どれになるか。状態、程度、叙述のね。どれになるかっていうと、これ状態です。なぜか。富士山が見える。でもいいんだよね。でも、どんな風に見えるの？はっきりと見えるの。ってことを言ってるじゃんか。だから、どんな風に見えるっていう、どのように見えるってとこなので、これは状態になると。副詞のね。で、次は、妹は初めて一人で料理をした。だね。で、これ、答えはここ。初めてです。で、初めてっていうのは、これ、どのくらい、つまり、程度を表しています。なので、これはね、副詞になると覚えちゃってください。で、次。
負けても決して泣かないですね。負けても決して泣かない。で、これどこが副詞かっていうと、これね、前回の表にありました決してです。で、この決して何かが召喚されます。ほにゃららない、ここがセットで召喚される。決してないね。で、これが前回の動画で言うところの、打ち消しって書いてあるね。打ち消しだね。じゃ打ちまで書いとこう。叙述の中のこれに該当します。決してほにゃららないね。で、9番。どうぞ飲んでください。いいね。どうぞ飲んでください。なんかね、飲んでいいんだね。こんな感じでね。で、これどれが副詞かっていうと、どうぞです。いい。で、これも叙述です。で、叙述の中の先に書いちゃおう。願望ですね。で、前回の動画でも言ったけど、この願望とか打ち消しっていう書き方はね、教科書とかワークによって多分違います。ね、俺が参考にしてる参考書とか教科書と、あと自分が習ってきた内容で今回の動画を撮ってるので、ちょっとね、ずれてたらごめんね。で、この願望に関しては、どうぞ、ほにゃらら、ください。これがセットです。いいね。まあ、くださいとか、たいもね、召喚されますけど。ほにゃららたい、したいとかね。で、ほかどうぞ。これが副詞になると。で、最後。彼女がなぜ泣いたのか、理由がわからない。ちょっと長いですけどね。これ、どれが副詞かっていうと、ここ。なぜです。ね、なぜ。で、これも、これ下入るかな？入るね。これもね、叙述の中の疑問ですね。これになります。疑問。で、セットで召喚されるのは、なぜ泣いたのかのかね。かがセットで召喚される。なぜほにゃららかっていう。いいかな。だけど、副詞として答えてほしいのはこっちだけ。なぜを答えてください。いいかな。まあ、こんな感じでね、まあ、前回も言いましたけど、副詞はややこしいです、かなり。ややこしいんですけど、大きく分けると3タイプ。その状態、程度、叙述ってね。まあ、叙述も分かれますけどね、かなりね。で、それぞれの該当するものを大体覚えてもらえれば感覚で解けるようになってきますので、まず前回のその動画で書いたやつを覚えてもらって、まあ、このね、問題集をやって、あとはみんなが持ってるワークとか、あとは教科書かなんかでね、練習してもらえたらと思います。では、今回は中学校国語、副詞丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、副詞がこれで終わりなんで、次回は接続詞になると思います。なのでね、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。